皆さん、こんにちは。四畳半の狼でございます。今日はコアラのマーチを使って、スイートポテトを作りたいと思います。こちら、期間限定のスイートポテト味。作り方は、簡単です。これをね、こう、ね、今、カシャカシャ聞こえますよね。このコアラのマーチをこうずっと振り続けると、中のコアラのマーチ、彼らがこうギュッてなるらしいんですよ。で、ギュッてなって完成みたいな。で、振るのは、なんかね、30分ぐらいこう振り続けなきゃいけないらしいんですよ。30分ぐらい振ってると、中のコアラのマーチがこうギュッてなるらしいんで、ひたすらちょっとそれをやってみたいと思います。で、時間が分かりやすいように、こんな感じで、もうちょっとで11時になる頃ですね、今。で、これを11時半まで振り続けると。では、行ってみたいと思います。振り始めて、とりあえず10分ぐらい経ちました。音は、まだ、ちょっとなんか、サラサラ、サラサラしてる音ですね。まだ固まってない感じ。では、もうちょっといきたいと思います。30分ぐらい振り終わりました。振ってて重みが変わってくるのを感じます。どんぐらいだろう、20分過ぎぐらいから、なんだろう、このね、わかるかな、塊が、あまりが動いてる感じが してます。では、開いてないですよ。開いてないですよ。開けてみたいと思います。いきますよ。ね、こんな感じで。よいしょ。ビニール袋もまだ開いてない状態です。いきますよ、いきますよ。せーの。これがね、ちょっと失敗したかな。いきます。こんな感じ。ちょっとイメージと違う。ちょっと違う。丸いんだけど、ちょっとね、チョコが溶けてる感じが。ちょっとお皿に移しますね。
これが30分振り続けたコアラのマーチでございます。ちっちゃいね、ちっちゃいね。お皿に移すと、あ、なんかちょっと高級なチョコレートみたいでね、これ。ただ袋の中にはちょっとね、溶けちゃってるのがついてるので、これちょっとサイズが小さくなっちゃったのかな。これちょっとまず食べてみようか。ちょっと袋に残ったこれいただきます。うめえ、なんだこれ。あのね、ちょっと袋に残ってるこのちょっと汚らしいやつなんだけど、なんだろうな、ちゃんとね、このスイートポテトの味はちゃんとして、でね、このクッキーみたいなサクサク感がめっちゃ残ってる。これこれうまいぞ、これ。あとはこれをちょっともう少し美味しくいただきたいので、僕の大好きな、はい、ホイップクリームで少しデコレーションしていただきたいと思います。お、うまそうじゃないこれ。うまそうでしょ。どうどうどうこれ。ではいただきます。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。あれパソコンでご覧の方は右の YouTube ボタンからクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の説明欄からよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。